どうかしちゃうな。な、確かにな。お前どうかしちゃってるもんな。な、本当に。決めてた。これを見たら鉄板。いいっすね。で今日ね、ほんとなんかもう店暇だったからみんなシラフなんだけどね、確かに、うん、でもシラフで喋れなきゃもう終わってるから、やっぱ人として、ホストとして間違いない。うん、すごい言い訳してたけどね、水木はね。なんて言い訳したっすか。シラフだからさ、みたいなさ、なんか、あれだなんかシラフだからさ、みたいな言い訳してたけど、シラフでなんか、酒ってドーピングだから、そのスポーツ選手で言う速攻性がね、やっぱね、はい、うん、なんあって言うほどの何か何もねえじゃん。いや、もう僕分かるんすよ。何かさんか誰がコメントしてくれたか。俺も分かった今。分かる。ありがとう、いつも。いや、それは分かりますよ。俺分かるわ。笑って分かりますみんな我が強い。みんな分かる、はい、我が強い。やっぱコメントに対して反応していくっていうのはやっぱね。あ、そう、確かにね、キャッチャーでいいですね。あれなんか、あれは本当になんかさ、みんなやってないと思うけど、この見てる人に対してこう、何、個人的にウィンクとかしてもいいから、ね、マジっすか。これ決めて決めてやっていいから、そのバンドマンがお前のために曲作ったじゃないけど、なんか、え、結構みんなやってると思いますよ。銀さんだけやってないし、しょっちゅうやってます。やってんだ。アマシさんもやってます。ちょいちょい俺も手振ってって言ったらもうこうやってやってる。いや、それはわかるよ。そうじゃなくてさ、ほら、裏で、あ、自分の客とかにあれやってよみたいな、あの服着てきてよとかみたいな、もうやっていいわ、全然。今週行動でいいかも、全然。でも突っ込まれる、突っ込むじゃないですか、そういうのして。お前今日どうしたの。不自然だったよね。じゃあいつもどうしたんだからさ。やばい、どうかしてる。緑だからどうかしてるよ。お前反省してないだろ。違う、面白い靴下を今日もやっぱ履いてきて、いや、ニコ生でちょっと可愛い靴下履いてくるって決めてるんですよ。うん、はい、はい。ちょっとそれこそ同化してたっていうね。緑履いてきちゃったから。あの緑来たらほんと同化しちゃうから。こっちだったら大丈夫、こうだったらこう。いや、そんな無理っすわ。そんな柔軟性ないっすわ。こうだったらこうだったら。いや、無理。こうだったらいけんじゃない。どうかしてどうかしてこれ、あの、もっとあんな見せ方、こうの見せ方あんだろ、もっと。いや、これごといくってことっすよ。うん、汚い。あら、なんかモザイク、ほんとどうかしてるから。まあね、どうかだからね。うん、ほら、もうダメじゃん、全然。これ、あの、可愛いキャラクターの上にプリーズバイミーって書いてあるんですよね。可愛いキャラクターって言っちゃったよ。なんのキャラクターありがとう、ほら、あ、すごい、どうかしてるぜ、ね、めっちゃ映るじゃん。こっちか、びっくりした、アップされた、びっくりした。プリーズバイミーって書いてあるんです。どういう意味か分かります、プリーズバイミーって。どうで、私をもらってみたいな。バイは買うです。あ、バイで、そっちのバイなんだね、はい、まあでも同じような感じ。私を買って、どっちのバイだと思ったんですか。セクシャル、セクシャル。いやいやいや、誰がカズレーザー。やっぱりか、カズレーザーカズレーザーきつい。誰がカズ、カズレーザーが男好きよりも男好き。俺がすか、うん、いや、それバイじゃなくてもゲイより。お前元気になってんじゃねえよ。まあお前スイッチ入れてんじゃねえ。俺もゲイの道に進んでいきたいってね。ゲイの道は極めたやつで、どっちのゲイやねえやつね。言ってますけども、どうかしてるぜ。お前スイッチ入れんのやめろ。反省しないだろ、お前1時間このネタか。お前元気いからかんな、お前マジで。もう今日ほらこのネタできたんで顔隠すっていう。偶然だろ、お前何も考えなかったら緑消えるの。いや、考えてますよ、いろいろ仕込んでますもん、実は。あ、仕込んでこれ。いや、プロですもん。うん、あ、そうだ、カズレーザー見かけたやつって多いよね。新宿らへんによくいる。まんまいるから、うん、なあ、割とあれいいけどね。一緒に今日も興味なさそうで。いえいえ、いつも通り、うん、いや、前回でいいんじゃない。前回ひどかったもんね。やんでた、やんでた。いよいよやべえな、やんでた。いよいよ、無理なさ、いよいよ踏み込んだの、こいつって。あの、言っちゃいけない領域に。ゴリゴリ、あれ多分、なんか送った。あれなんか神妙ない会社とかで見たら、一枚だけ、一枚だけ、あ、写真っす。いや、それも言わなくていいし、もっと小声でやれ。でかい、もうちょいでかい声が、もうちょい小声でやれ。どっちかじゃねえ。ここで言う会話じゃないでしょ、今。
なるべくちゃんとした資料見せたいの。いつも通り。見せれてないじゃん、いつも。その気ないじゃん。今日元気じゃね今日なんでちゃんとしてんの。え、水木は反省してるから。あー、知らない。知らない。何違うんだよ。違うんだよとか、だからさ、もうちょいでかいこと喋んなきゃ聞こえねえかもしんねえだろ。じゃあアップで、アップでお願いします、じゃあ、水木を。でっかい。おい。めっちゃ俺に言うこと言われ、お前、水木が反省しねえとか言われっからな。バースデーイベントやるよ。おうん、あら、いつやんの、いつやんの。来月やるよ。あら、日付が決まってないの、まだ。前半だよ。だ前半なんだ。はい、10月の前半に。バースイベントやります。やったみんな来てよ。やったね、いいね。どんな感じで映ってんだ、どんな感じで映ってるか分かってんだよ。あ、ほら、みんな反応してくれてる。行くねって、あ、行く行くって、あ、すごいな、みんな。いやいや、はい、これ見てる人には見えてる。やつら、ラテ大好きだもん。あ、好きだから。桜みたいな、ラテ大好きだもん。ダメだな、桜みたいなもん。いや、でも初見いるか。あ、たまにロシアの方がいる。どんどんコメントしてくれや。いやかしではみんな来ないから。やっぱり、うん、あ、ありがとう、いいね、そういうコメント。でもいいんだもん、はい、ね、その天橋さんかっこいいもいいしね。10回、2回しか言われないか。天橋さんかっこいい。いや、最近もおじさんしか言われないからさ。どこがですか。いや、でも俺よりおじさんってやっぱいるじゃん。え、ちょっと僕には分からないですけど。打ち合わせ通り行こうよ。打ち合わせしてない、そんな打ち合わせしてない。たくみさんの話ですか。言ってない、言ってない、言ってない。あの地球人のことかっつって。ねえ、そんなこんなでね。はい、もうね、音切れよ。いつね、ゲスト呼び込むのかと。あ、あれ、え、今日ゲストなんかいるんですか。え、今日ゲスト聞いてない、聞いてない。ゲストなんかいるの。今日の本日のゲストは聞いてないよ。先に本日のね、スタッフの名前、スタッフの名前、なんてゲストね、え、クラブ、誰ゼロを超えるのはゼロだけ、クラブゼロからの資格、コアさんです。あ、いらっしゃい。画面が真っ黒になっちゃうかな。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。あ、特別な席を用意して。あ、戻さないっていう。いや、最近ただね、これを見て、まあね、ラテっ子からしたらおなじみなかもしれないですね。あ、でもコアさんのこと知ってる人ばっかだと思うんですよ。ラテっ子が多いんで。いや、まだでもね。いや、でも知ってる人はもうおじさんだって言われてますよね。あ、そっか。え、そんなところに書いてるの。早速、あそこにコメント流れてる。おじさんって知ってるってことだもんね。あ、まあそうですね。もしくはパッと見でそう思ったか。どっちか。それはやだ。おじさんだ、ラテっ子。あー、そういうことね。そう、ラテっ子、みんなラテっ子なんでね。あー、初めて見ました。ね、そのゼロからね、いろんな人来たけど、二人だけちゃんとしてるから。だけコバさんと小宮さんだけはちゃんとしてて、他のいやいやいや、ぐちゃぐちゃがすぎる。他の言い過ぎがすごい。他の暴れっぷりがすごい。暴れっぷりがすごい。何もしないっぷりがすごい。え、ゼロからは誰が出ました。トメさんだけ。ああ、じゃあ全然、まだね。前回のね、他のメンバーちょっと出せない。僕がバックレた時ね。あ、そう、バックレた時ですね。え、なんでバックレたかちょっとね、聞きたい。何やってたか聞きたいよね。いやいや、ただちょっと眠かったんだけど。え、一人で寝たの。必死で一人で寝たのはなんかあれじゃないですか。なんか知ってる感があるからダメじゃないですか。いや、違う、ゴリラの修正。あ、ゴリラ先生。ああ、いい意味で。ついついじゃない、今修正で。おはようです。いや、なんか今、ここで誰がゴリラやねん、言わせんのやめろ。これは大丈夫なの。こういうのは大丈夫。いやいやいや、シリはもういていないようなもんなの。シリやばいんで。今ちょっと今仕事してる。シリはいてくれたらいいんですよ。これはニコ生仕事じゃないんかいってね。あ、ちょっと今、本当にマジやってんすよ。本当にマジでやってね、今やる必要ねえだろ、さっき何やってた。これはとりあえず飲んでいいんですか。あの、で、飲んでください、飲んでください。ノンアルなんで。うん、今仕事してるから。もう、お酒は飲まないんで。あ、仕事は大変。ゴリラのことを話してる。あー。ゴリラ笑って、そんなゴリラ。あ、そうなんですよね。こういうリアルな感じ。そんなゴリラ。そんなことある。信じられないゲストいたけど。あるんだ、あるんだ。あるよね。ブイちゃう。ブイですね。あ、なんか。すごい。何の話。いや、コアさんが。コアさんじゃねえやん。コアさんをなんかもっとワンランク上げたやつが今いたんだよ。はい、それ僕ら知らないし。メスゴリラ。メスゴリラ、わかんない。豚ゴリラ。ええ、ハプニングですか。ハプニングですか、これだけど僕らめちゃめちゃ喧嘩するんだよ。はっ、ん、お掃除機かな。あ、でもどうですかコアさん、はい、あのゼロからラテ移ってどの感じですか。ラテどのくらい経ちましたっけ、入ってから。まだちょっと2ヶ月。あ、2ヶ月。2ヶ月だったらもう7月の1日だもんね。7月頭から7、8で今ちょうど2ヶ月。じゃあなぜレオじゃなくてラテだったか。ねえ、ねえ
ね、やっぱり、ね、やっぱでもまあ久しがいたから、あいやちょっと呼び捨てやめて、なんで俺なんか年上だから、ヒー君がヒー君いたから俺なんか年上だからメガネいたから、え、俺なの、え、俺そういう話したことないだよね、いやそれはもう照れくさいから言わない、酒入ってないけど本当にもう昔からの出したんであれですもんね、同じ穴のむしろ、むじな、なんですか、なんだっけ、今日調子悪いな、お前いや、めっちゃいいっすよ、俺でも、病んでんの、はい、こんなもん、能力こんなもんだもん、元気っす、めっちゃお前、反省しないだろ、だから、それ言うからなんか反省することあったんか、なんもないっす、いいね、なんもない、まあ、反省することなんもないんか、お前、はい、なんもないんだな、お前、反省がないんだったらね、はい、反省なくてこれか、はい、反省するべきだろ、お前でも、反省しなきゃいけないのに、本当に新しい服を下ろしてきたのは、本当におかしいと思う、おにゅう、全然、挿入じゃないっすよ、こんなの、おにゅうじゃないの、はい、これ6年前から着てますよ、これ、でも俺はその服可愛いと思う、マジっすか、どこのやつ、わかんないっす、あんまりわかんない、なんでバカの振り子だよ6年前だよ、わかんない、めっちゃ可愛いけど6年前って言われちゃうと、はい、もうお前が言ったの、6年前って最初、はい、まあでもちょうどコウアともう6、7年ぐらいの、あら、あ、その服、うまいね、そうやってつなげてくる、うまいのあんただよ、あんま実際して、いや、うまじゃない、うまいけど嘘だから、6、7年がまず嘘だから、え、嘘でうまいっておかしくない、記憶ありません、え、ザッさん嘘ついたの、あれ今日ニコ生始めたら緊張してる、いや、してない、意外としてねえ方だよ今までの、今までのやつは全員ダメだったけど、ただでも嘘ついてなんかそう面白くしようとするのは俺は違うと思う、あー、嘘ついたら簡単じゃん、なるほど、面白いの、面白い、あ、じゃあそんな、嘘ついたら面白いのは簡単、いやいや、まあ、嘘の話だったら面白い話ができるってことですか、うん、あ、俺ざけないで、そういうことか、ありますね、まさかのが、みんな求めてる、見た人も分かると思うけど、雰囲気で分かると思うけ ど、コアさんちゃんとしてるし、コアさん面白いからね、うん、すごい安心感、確かにあるし、でも、まあね、いや、今し、僕は今しろと思わないですけど、面白い話って言っても6、合ってるからね、6、7、6、7、6、7、6、7、6、7、だって俺もっと長いってこと、いや、それはない、絶対ない、俺だってまるまる4年間横浜にいて、はい、今新宿戻ってきて2年だから、はい、じゃあ6年で、いや違う、だその前からだから、え、あ、10年だよ、7年、8年、9年、いや、20年な、7年半、いや、7年半え、すごっ、いや、でも昔から俺知ってるから、そうだね、すごいよ、もう本当、え、天井さんが冬月クビになったのは何年前ですか、いや、クビじゃない、やまだ強く突っ込んでくれない、悪い人になっちゃう、本当、もう面白いです、ね、その後がゼロするの、あ、そうだね、そうそう、そうだね、入った時はね、ね、いろいろあったけど、あ、いろいろ、あ、あるんですね、どこまで行ってんか分かんねえわ、いや、もう、今、その、ゼロの話は何言ってもいいんじゃないですか、いや、ね、飲み込んだんだよ、いや、もうね、やっぱこうね、あ、人として成長させてくれた場所なんで、あー、いい、美しい、入院もしたから、大人の対応、分かるわ、入院もしたんですか、うん、僕もゼロ、入院はしてないですけど、僕もゼロの時は救急車を呼びました、どうしたんですか、二段ベッドから落ちて、いや、体弱いっす、こう行きましたからね、2段ベッドからよ、よってですか、ベロベロで、よく生きてます、え、よく生きてます、よく生きてますが、生きてねえよ死に、死に言葉だガチガチで、懐かしいね、ガチガチで肺に穴開いて、ちょっと、うん、肺に2段ベッドでも、151m50ぐらいしかないでしょ、いや、もっと高かった気がしますね、いや、2段ベッドでだって、だいたい肩ぐらいじゃない俺の、ゼロの時は俺だもん、いやいや、そうそうそう、おのおのもっすよね、おのおの少しずつ悪いですね、20%ずつ悪い、まあまあ、じゃあじゃあみんなおわいこってこと、おわいこって、おわいこ、おわいこ、なんで生きてる、久々に言うな、そんな感じだな、もうベロベロでしたけど、元気どうしたのって言った、いや、ちょっと二段目とか落ちて、ちょっと、僕自身で1階まで降りましたからね、あの自分、あ、そうか、自分でしょうもない量の、あの1階までこうやって貼って、俺病院を行くために金にビビってました、病院に行ったんだ、救急車呼んで、でも1回まで行かなきゃと思って、いや、救急車は絶対帰ってきてくれるし、まあそうなんですけど、歩けないな、あ、嘘ついた、いやいや、嘘ついた、嘘の通りなんで、金にビビってました、どうしたんですか、見過ごせないな、見過ごせないな、嘘はダメ、いや、今日やる気じゃん、高畑今日はもう高畑見過ごせない、あの表情見過ごせない、見過ごせない、でもまあね、法律上相手は悪くなかったみたいになってるからね、あー、だって示談できるはずじゃなかったの、絶対刑事事件になるはずだったのに、あー、まあ、ゆうたくんね、ゆうたくん、リンマン、ゆうたっち、ゆうちゃん、うん、あれはお金かな、お金で解決したっすか、
まあ、弁護士が敏感だったから、もうできないぐらい、本当はできないはずだったから、絶対刑事事件になるはずだったのに、なったから、あの女もワンチャン、そこでよね、そんなこと言っちゃあれだけど、まあ、示談でね。合意だったってなってるからね、言われてるからね。示談したってことは、合意だったのも認めてるって思われてもしょうがないし。何があの女は顔もわかんないけどね。そう、悪を許していない。40超えてるっていう情報しかない。あと、とにかく言いたいのは、レイプするなら芸能人。出た！ないよ絶対一般人レイプじゃないと思ったけど、いや、頭おかしいから。出た！絶対芸能人だから、この持論。割に合わないもん。割に合わない。割に合わない。芸能人だって言わないから、言わない。確かに。ね、昔、なんか、アイドルの宅にファンが押し入って、なんか、刃物かなんか突きつけた事件とかあったんですけど、その時は、おそらくやったって言われてるのに、アイドルはやられたって言わなかったよ、最後まで。あー。まあ、なんか刃物掴んじゃって、手ぐちゃぐちゃになっちゃったけど。自分のイメージが下がっちゃう。昭和の。そう。あー。まあ、言わないですよ。ね。うん。じゃあ、そしたら、じゃあ、ね、今回のあの、福山、ね、正春の、はいはい、あの、ストーカー事件も、あー、そういう、ワンチャンちょっと奏でられたの。あれも福山一曲作んないと。確かに。あれでユニクロの CM の嫁エロいって言ってたよ。あれは一回確かに。切れてるね。ギンギンし。さすがギンギン。切れてるね。やっぱり。やっぱパンツ脱がしてハローって言われてるんですかね。いいね。でも福山、僕福山好きなんですよ、あの曲が。ああ、わかる。昔の曲好き。うん。ある時からも。ミルクティーとかね。最近とかはもう好きじゃない。最近でもなくない？でもまあ、でも最近。そうね、最近。休業、僕知ってる、休業してから後だから、ハローとかIt's Only Loveが、あ、そうだね。前で、その後が、カラスね、あの、なんか桜坂とか、が後。福山知ってる。前期後期で、別れる。福山知ってる。あ、前期後期。なんで2回行ったんだよ。まあでもみんなやっぱさ、やっぱ家族じゃん。なろうよ。なろうよ。そういうことですね。そういうことね。ね。一回締め切りますよ、一回。早いな、切り替え。まあ、15分。早っ。じゃあ、締め、ゴールが見えた。一回締め切りですか？気づいたらこんな。はい。せーの。これを見たら、鉄板！Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear. Happy birthday to you. 自分のことばかり考えてた俺が、今お前のことばかり考えてるんだ。運命の人と出会うならイオンインク。やっぱやべえな、イオンインク。イオンインク。ね、今も CM でね、アームレスリングが腕相撲やってたけど、ね、ラテからもね、出たらいいのに誰かね。うん。コアさんとか強そうだけど。コアさんすごいっすよ。あ、確かに。握力500ある。ボリラやん。俺も一緒に突っ込みちゃった。ボブサップ。今で見えて、今で見えてたわ、いいね。ボブサップ。一回コアさん。今日はだって、ちょっと俺をちょっとね。そう。今日は言われたもんね。そうそう。コアさんの日だから。確かに。日の前に俺が言われたことだから。はい。はい。すいません。え？ゴリラ。ゴリラって僕、はい、ゴリラっぽくいじる。あ、握力500あるとかいますもんね、ゴリラは。確かに。ゴリラもね、こうショルダーバッグかけてるもんね。かけてますか。ほぼかけてます。母性本能。ほぼ全員のゴリラ。ゴリラ全員メスじゃねえよ。B 型だっつってかけてます。あれ今違いました。ゴリラ全部メス。山内さんが悪いです。あ、そうだよね。ショルダーバッグも悪いです。ショルダーバッグして。いや毎回これかけてるかな。そう。何かな。バナナ。すげえ面白い。バナナ。すぐバナナ。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 バナナ一個一個のケースある。インドでしょ。あ、物なくしちゃうね。なくしちゃうから。そうなの。いや、でもこう見てちゃんとしてるから。ですよね。絶対なくさない。いや、でも普段から結構ゴリラさんは、あ、ゴリラさん。ゴリラさん。悪口。コアさん。しっかりしますよね。ギリギリコアさん。愛のあるいじりが。あ、そうです。これがバナナですね。いや、一緒に飲んだこととかもやっぱあって。あ、はい。楽しいですよ。しっかりしてる。コアさんと飲むの楽しい最近ですよ。めっちゃ楽しい、最近。コアさん。いや、飲んでたら本当面白いし。でもなんか、ちょっと嫌だっすか？ツバ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 ツ。お汁飲んでる？やっぱ飲んで終盤ぐらいになってくると、俺に耳打ちで、
あ、俺にヘッドロックするんですよ、はい、とりあえず。あそう、それ誰でもするか、まず俺でもされる。 そのせいでピアスなくしたと思ってるから絶対に違う、絶対に違うね。それやってますね、実被害が出てますから。いや、だって絶対違う。コアさん、コアさん、その時の天地久志のピアス、ここにありました、はい、ああ、見つかった。ここにありました、見つけました、はい、見つけました、はい、見つけました、はい、乗りつくみしてください。あ、いや、ほんとこれ毎回ある。これ毎回ある。これ毎回ある。ああ、そうなの、ね、じゃあまた、またあと10分以内にもう一回。何らかの形で振るんで、振るんで、まず、主任が見本を見せてくれるんで。あの、その時の天地久志のピアス、ここにありました、主任。あ、よかったー、見つかって。すいません、質屋売っときます。質屋売っときます。ああ、0点。安定の。今日は俺に振っちゃダメですよ。今日は俺じゃないじゃないですか。今日はコアさんの日なんだから。ああ、そういうことね。いやね、もう全然、俺だったら全然違ったもんな。あ、待ってるよ。でもあれっすよね、高畑君フランデかいフランデかい今狙ったな、絶対。ごめんなさい、てめえ、ジャスティンじゃねえよ。間違えちゃいました。反省足りねえだろ。反省してます。反省しろ、反省。じゃあ、画像いきましょうか。画像？あ、行っちゃいますか。じゃあ、名前もわかんないから。じゃあ、2週間分の。あら、え、なんだよこれ。あ、俺だ。友達の幽霊いる、幽霊。後ろに、後ろに1人だけ。あれ、一番左、一人だけ写真ガチ。コア、コアじゃん。顔暗、52歳ぐらいだ。あら、これ、友人の結婚式です。あー、おめでたいね。これ、すごいのが、え、バイトじゃなくて。え、桜のやつだ。桜のやつ。これ、あれ、新しいやつ。これ、すごいのが、僕、この中に元カノで元妹いるんですよ。元妹、意味が分かんない。元カノで元妹、元カノ、中学生の時に付き合ってた子が、僕二十歳の時に親同士再婚して妹になったっていう。えげえ、すごくないですか。同級生がいない、その子が一人いるんですけど。え、どういうこと。いや、分かります。一番左、一番左のピースしてる人。あ、一番左端っすね。だから、あれでしょ、中学校で付き合ってる。いやいやいや、それ怖っ。元カノが妹になったってことでしょ。そう、元カノが妹、少女漫画みたいじゃん。うん、マジすごいね、びっくり、びっくり。妹プレイしたとかないの今。いやいや、え、今妹の、今違うの。え、今違う、同じ妹プレイしたから。でもうちの母親バツ4ぐらいだから。おしゃれ、おしゃれ、バッシュ、バッシュ、ワンチャンブサイクすげえ、ワンチャンブサイクやめろ。親ブサイクめっちゃモテる、ブーメランだよ、自分に返ってくる。おかんのことはいじりようがない。親ブサイク、自分に返ってくる。で、これ一番右の人、地獄のミサは？いやいやいや、友人いじるよ。俺の友人いじるのはちょっと違う。だから一緒だ、で、地獄の、地獄の何じゃん、みんなね。あー、あー、そっかそっか。なんかこう見るとやっぱなんか、普段思わないけど、シュリ君なんかかっこいいね。やっぱ細っす。やっぱモテるでしょ、モテるでしょ。モテたんだ、やっぱ顔シュッとしてんもん。昔からモテた。いや、え、この日誰かの父もんだとかないの？いや、もんでない。あ、もんでないんだ。何次会とかね。二次会は行った、二次会は行った。二次会でもんだろ。二次会でもんだろ。びっくりした。なんか、懐かしいからワンチャンありみたいなさ、なんていうの？あるじゃん。あー。大人になったねみたいな。同窓会とか行くと。僕も大人になってみたいなのあるからさ。あー。めっちゃ久しぶりだったんだよね。結婚してたもんね。言うてもね、これ、この中みんな結婚してんすよね、と思って。みんな結婚してんの？すごいのが、この右、カジノ、隣の男とその後ろの女の子、うん、保育園の時からの幼馴染で結婚したんです。あ、へぇー、愛だね。ファンタジーな、ファンタジーな、純愛だね。めちゃめちゃファンタジーな恋愛してる。すごいね、初めてのセックス気になるよね。あと保育園だから家庭環境ちょっとあったのかなみたいな。お互いあの、そうそう、親ってそのね、めちゃめちゃ心のシックスナイン、めちゃめちゃ純愛になるか、めちゃめちゃ想像。心のシックスナイン長いな、この間。長いな、この間。大正解。すごいよ、大正解。こんな出てくんだもん。この水が、もう。意外に広がっちゃった。あ、でも、花が綺麗だからさ。長いよ。いいじゃないですか。でも、水木、あの時の花、花一輪持ってきました。あ、よかった、こんなところにあったんだ。俺の心に咲く一輪の花。あ、ぽいぽい。これ正解。あ、でも一番良かったね。なんで水木ばっかやるっすか。え、シュリとかに。俺はないっすよ。確かに。シュリ君やって、シュリ君顔赤くしてどうすんだよ。もう画像の下り自体終わっちゃった。次行きましょう。それで行くんだ。次、なんだこれ。これ何これ。あ、すいません、あの、これ僕の元に来たんですよね。あ、これ僕のメールアドレスなんですけど、はい。クエスチョンマークぐらい持ってよ。もっと同じやつ。はいはい。え、そう、だから載せたんすよ。全く同じやつ来た。全く同じものがシュリのとこにも届いた。バレちゃったから俺ちゃんと会話してあげた。はい。遊んだ。ちなみになんで返したの。俺、なんで面白いじゃん。俺はもう仕方ですけど。え、でもメールできたんだから、俺ショートメールできたもん。あ、本当に、うん、
あ、番号載せてるからね。載せてる、うん、ああそっち系ね。あのサイトにホストクラブ紹介サイトの方からこうメールが来て、ああそんなパターンあるよね。あのシュリがこの前なんかあった、 あったよね、その話から。前もあったよね。はい、あ、やっぱり同じ人じゃないの。あー、いやいや、それあれしないとダメよね。こういうのが来るの。オナニーのおかず何とか、めちゃめちゃなんかそういうやり取りして、オナニーのおかず何、ちょっとやり取りしたもうちょい怖いでちょっとやり取りして楽しくして、いつかニコの間に貼ろうかなと思ったけど忘れてました。あー、はい、うん、気をつけた方がいいっすね、こういうのは。こういうのあったらあの気をつけてください。ちなみにこの子さやかちゃんっていう女の子の名前聞いてる。女の子の名前聞いてる。さやかちゃん言っちゃっていいかな。オナニーのおかずは何なの。シュリ君のオナニーのおかずは何なの。シュリはそれ何て返したっけ。シュリのオナニーのおかず何なの。俺何て返したかな。なんで俺が聞いたことお前もう一回聞く。聞こえてんだ。聞こえてないやついねえよ今。聞き取りづらい。俺声でけえだろ。いや聞き取りづらかったか。基本的に声でかくしてんだよ。滑舌も別に悪いわけじゃない。まあ、うん、まあ、いいっすわ。いいのかい。いいわね。面白くなさそうだ。次で、あ、ほらこれまた野球やったっていう画像毎週出てくんな。おい、ハンニャみたいな顔してんな。誰がハンニャやん。手前出したらやべえな。いやもうだからバリバリの、バリバリの野球のあれなんで。おまちさんかわいい。バリバリの野球感。前髪はあるのかわいい。バリバリの野球感出てますよね。出てる、ね、出てる、はい。どんどん次いっちゃっていいですよ。だからここから結構野球続いちゃうんで。あ、続いてる。はい。野球感またないね。はい、次行ってください。いや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 、こんな泥だらけになって頑張ったよって画像なんで。泥だらけになってね。こういうあれじゃない、模様じゃ分かんないよ。いや、模様じゃないですよ。いや、でもやるたびに土だらけっすよ。水木がね、先制点取ったよね、確か。はい、あ、俺も結構4安打ぐらいしたんでね、やっぱ。4安打の。そう、もう出しょ、今、今だったね。いやいや、4だった。いやいやいや、内安打入れてください。そうだった、基本的には。全部。やっぱ俺、足早いんですよね、あと。あー、はいはい。でも確かに足でヒット。アイアンドダイブだね。足に羽生えてるって言われます。足に羽生えてんだ、はい、羨ましいわ。それ今俺ホームランドラクエ、ドラクエ、そう、あれ撮ってマンチカンみたいな。そう、動画マンチカン、だから上から撮ってるからだろ。誰がマンチカンやお前。一応動画あるんだけどさ、マンチカンホームラン撮った猫の猫の忘れてた。さっさ毎回ホームラン打つから。かわいいやつだ、かわいいやつ。焦ってた。ちょっと次行っちゃいましょうか。行きましょう、行きましょう。はい。あ、ほら。いいでしょ。ろくな画像ねえな。いや、明治人。いや、なんか夏の終わりっぽいじゃないですか。ああ、ほら。説明してください。夏終わりっぽいでしょ。だから明治神宮球場で、こうなんか、撮ったんすよ。明治側からほら、撮ると。また。夏の思い出とかありますか。野球感が。あ、そっか。もう夏終わっちゃった。夏の思い出とか。夏の思い出、夏の思い出ないな、何もしない。あるっすよ。いっぱい。うん、ちょいちょいある。はい。お客さん切れたり。夏の思い出、どれ、一生忘れないぞ。夏じゃなくてもあるんだ。あ、まあね、常にね。はい。切れる客もいねえわ。じゃあ次で。キレキレですね。キレキレ。あ、新田くん。あ、ほら、新田くんがね、人数足りないって言ったら飛び、ね、駆けつけて参加してくれたんだ。みずきがアフリカに井戸作りに行った時じゃない。違いますよ。現地の、現地の人。いやいやいや、アフリカの人はね、アフリカ人じゃない。その井戸取り合って殺したりするからね。アフリカはね、アフリカは。平和ですね、野球ができて。アブに刺されてたからね。あ、そう、なんかベンチでアブに刺されてました。え、誰だ。え、新田が。アブ。アブ、でかい。でかい。でかい。痛い、痛い。めっちゃ腫れてて、痺れてたからね。はい。痛いっすわ、つって。なんか、毒出そうとして、つねってましたけど。あ、どんどん次でいきます。毒ないもんね、アブはね。あ、ほら、ユーマくん。毒ないかどうかじゃ分かんない。難しい。あれ、今日サングラス使ってないんだ。ユーマが。すげえな、この表情。ユーマがすごいんすか。常にハンニャみたいな。カメックスが。俺っすか。常にハンニャ。この顔はやっぱ決め顔なんですか。いやいやいや、一応すか。でも、見てけ、この時だけだろ、この顔できるの。今できねえだろ。いや、大体どんな顔でもできますよ。どんな顔でもできる。はい。この顔やってみよう。アップにしていいです。いいです、いいです、いいです。だけど、あれ。まあ、ハンニャだ。眉毛のこの眉頭がちょっと上がる。ちょっと困った顔みたいな感じなのね。はい。ああ、はい。出してくれた。どんどん次行きましょう。いや、ユーマが本当に野球うまい。本当に決勝うまい。ほら、どうすか、こういうの見たら。いいね。真ん中の辺はすごい気になる。一応、対戦相手が。金髪ですか。はい。囚人ですか。囚人じゃないですよ。歌舞伎町のホストクラブ。ギリギリの。本当。はい。あ、歌舞伎町のホストクラブ。立さんとやって。立さんとやってる。一応まあ、ね、16対3で、ユーマが勝と。あー、ユーマさんすごいっすからね。15奪三振して。やば。16対3で勝ったんですよ。ユーマさん、すげえんだ。泥勝ちだもんね。コアさん。コールドです。コアさん。はい。その時の試合のボールです。あ、そう。ボールです。そ
そうそう、ゆうまさんから、はい、あ、いいですか、ちょっとだけ時間いただいて大丈夫ですか。はい。誰がオナニーの後やねん。よし、帰ろう。そうですね、振り関係ないパターン。振り関係ない。これ大体でもね、男ならわかる。でしょ。オナニーとかしたことない。はい、うん、でもセックスしてってことだな。はい、もう誰と、誰としてんの。はっ。まあ、わかるわ。これいただきました。あ、いただきました。きつい、匂いがきつい。あ、ちょっと次行っちゃいましょうか。行っちゃいましょう。あら、これ何。あら、これコアさん、これコアさん。はい、俺じゃない、俺じゃない。可愛い時あった。あの、いたんで、コアさんが、うん、よっかっちゃうんじゃないよ。いや、この画像をさ、撮って俺まで送ってくるのやめてもらっていいか。いや、明治神宮球場にあったんですよ。いきなり送ってくる。なんかすごいいいなと思って。あ、ねねちゃん、あ、ねねちゃんのアートボロボロにされたやつ、ちっちゃくなっちゃったけど。そう、可愛いでしょ。え、それだけなの。そうっす。もう一個さ、用意。あ、株式、株式あるかもしれない、もしかしたら。 あ、次あるかもしれない。次っすよ。はい。あー、まあまあ、これはコアさんじゃないですか。これはそうそうそう。はい、飲みました。スケベな顔してますね。もうチンチン黒いと思ったから。マイクが。でかいな。チンチン黒いマイクが。しかも切り締めてるからね。持ってベロ出してるからね。確かに。ありえる、ありえる。か、壁から人は出てきてるけど、それはあの重要ではないの。でもやっぱこんな感じで一緒に飲んでくれるからね。いい人も。あはは、壁から人が出る。マイクは貼ってる。ああ、一切壁から出てくる。はい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 。結構拾ってくれるんですね。そうだね。こいつは全然拾わないですね。しっかりしてますね。びっくりで。え、この時酔っ払ってんの顔。この時は酔っ払ってた。酔っ払ってた。ちょっとロリックみたいな。目がちょっとキモいもんね。いや、確かにこれはキモい。じゃあもう次行ったことない。そう、キモ、キモいんだったら。はい。キモかわいい。あまだ、目がキモい。オンライン T シャツのスタッフさんと、いやいや、お揃いだ。これ何ですか、いつ、いつ。お揃いじゃないですか。これはね、一つ言っていい。はい。一つだけ入る。俺の方がね、レアモノで5万円するから。違うですね。全然違う。何が違う？これ何が違う？いや、もう、メーカーが、生地も違うし。あ、生地メーカーも違うの？全然違う違う。じゃあ、レンが着てってことは結構。パチモン中国産。中国産のやつはパチモン。タイで、タイで、タイで、タイで。中国産だ。でも3000円で買える T シャツ5万で買うって気が知れないですよ。だって同じじゃない。見たら一緒だからね。で、ちなみにアマユも持ってるけど、同じ値段で買ってる、買ってる。でも俺は結構安く買った、ケースから。じゃあ、もっと高いってこと。うーん、元値が5万。そう、元値が5万。3000円の T シャツ5万で買うって気がしないですね。だって、2回はダメ。でも、夏のね、買い物上手ってことでしょ、これ。はい、勝ち。買い物上手ってそれは本物って言い張るか、ちょっとね。だからお前は偽物だと俺言いたいの。いや、じゃあ、シュリ君、今でもさ、ニルバーナがさ、存在し続けたらどうなったと思う？ニルバーナって何すか？このバンド。ニルバーナ。あー、全然知らなかった。ネバーマイン。じゃあ坂本龍馬がもしあの時暗殺されなかったらどうなってた。あの時坂本龍馬誰で。池田屋で。いや、そこはメルキ君、メルキ君。はい。その時の、坂本龍馬を受けた刀です。刀です。あれ、これで、これで龍馬ドーン。最後お姉ちゃんかな。最後お姉ちゃんかな。多い。次、次行きましょう。次多いんじゃん。あ、これですか。これ絶対誰かやると思った。いやー、かわいいなこの銀の網網の、誠に残念なラックがかわいい。残念なことなんですけれども、先月いっぱいをもちましてね、ヒロ君が退店したということでね。卒業ですかね。卒業したということで。退店するしかなかったね、選択肢は。その悲しみからね、その写真飾ってるよっていう家みたいな。でも僕も本当同期なんでね、悲しいですけどね。あ、そうだね。同じタイミングですもんね、入店のタイミング。でもやっぱ退店するしかないっていうのも分かったし、大体するしかない。まあ今は北海道でバーも働いてるから。頑張ってね。北海道行った際はね、北海道広いからね、広いから。ジョーカーっていうところで、ジョーカーっていうバーで働いてるんで、通り過ぎてください。はい、行かないのね。行かないですか。はい、バー行くと、ススキの、ススキのかな。バー行くことも許さないんで、やった客は。行ったらバレるか。行ったらバレるか。はい、ワンチャンセックスとかダメですよ。じゃあどんどん次行っちゃいますか。あ、そんな豊富なんだ。あ、まだ同じ T シャツだ。あ、これもつい、いや、これでも、いや違うんですよ。俺のは本物で5万なのに、趣里のあれ、あれ趣里何が違う。そっち、何が違う。俺のは5万円なんすよ。何が違う。どこの買い物上だからか。あれですか。はい、なんすかね、バナーナじゃないですか。バナーナ。じゃあ、ミルケ君、このパンダバンドが今でも存続し続けたらどうなったと思う？そうっすね、パンダバンド。まあ、白が黒になっちゃうんですか？もしくは？もしくは黒が白になっちゃう。いいね、いいね、いいね。そういう感じね。いいね。その時の
白が黒になった時の黒のインクです。あれ、佐々木。あれ、あ、俺には白に見えるな。疲れてんのかな。四六歩。間違えちゃった。将棋なのに。将棋なのに。囲碁、囲碁、囲碁なのに将棋しちゃった。間違えちゃった。間違えちゃいました。囲碁気をつけます。ボードゲーム違い。次行きましょう。あ、うまい。ボードゲームって言っちゃうね、あれ。ボードゲーム違い。あら、あ、そうだ。バースイベントあったね。はい。だからちょっと一枚だけくれました。俺らが魂人の。魂人の。これ一番高いシャンパン持ってます、ね。そうだ、これ金玉持ってるから。あ、オリジナルシャンパン。玉ちゃん、オリジナルの金玉ね。ああ、まだ残ってる。まあ、ある意味持ってるけどね、みんなね。2個だけね。うん。いや、俺はもっとあるけどね。えお、なんかすごっ。なんか、何個かすいません。あの、手に持ってるティッシュなんか自分に振らないでくださいよ。確かに。それが金玉ですとかやめてくださいよ。それが3個目のとかやめてくださいよ。本当に天津飯、ね、自分でもう持ってるからって自分に振るのはちょっと反則だわ。天津飯人じゃないからね、はい、よし、これが俺の3つ目の金玉なんだけど、うん、人に見せるのね、初めてだよ。初めて初めてだよ。ほら、あの不安定だろ。そんな不安定じゃない、矢印的な不安定だろ。な、でもこういう人間ってこういうことだから、次行ってください。あら、あ、なんだこれ、いいんだ。あ、そうなんですよ、これ、大久保公園でやってる激辛フェアで、はい、あ、一作君の後ろに死神。辛いんだ。変な、変な、あれは、あれ、歌丸さんだろ。歌丸さん、歌丸さん、それが死んでるんですからね。歌丸さんだ。これ辛いの食べ過ぎて、シュウヤさん唇腫れちゃったんすか。そう、あのね、シュウヤがね、辛いの嫌いなんで行くっていう。食えないんすか。めっちゃ汗かいてたわね。うん、大した上がっちゃう。でも逆にそういうの見えてちょっと嬉しかった。汗かく前だ。汗かくの何？歌丸さんも来るんですね。そう。歌丸さん来ねえわ。来ない、いや、いるじゃないですか、ね。歌丸じゃないよ。でもあの人めっちゃ、めっちゃ食ってる。何もないわ、歌丸さん辛いの好きなの。で、じゃあ、あの人のピン画像もあるけど、ちょっとあれかなと。はい。それ、一般人の方なんで。ちっちゃいよくないですか。モザイク、モザイクかけたら撮ってはよくない。今度からモザイクかけた。許可、許可となるよ。許可となる。著作権になっちゃうんだね。はい。はい、じゃあ次行きましょう。スタジオの方に加工してもらって、うん、モザイク処理で。あの人が食べてた激辛いる？行くぞ、アマチ行くぞ。全然次行かないけど。全然次行かない。はい、行きましたー。あー、 お父さんですか？実の、実のお父さん。うちのお父さんですね。どっちがアマチたちですか？右。すごい、周り誰もいないっすね。後ろにいるのはこの二人のファンですか？本当にそんな風に見え、いや、これ本当ね、ちょっとね、シュウヤカンも気持ち悪いって言われたけどね、中本の T シャツをね、はい、ちょっと着てロンティー着たいなと思って。トレーナーではない。これめちゃめちゃ食べないとポイントたまんないんですよね。これ多分そうだね。何倍ぐらい？150ポイントだから、かけるだから、そうだね、15万、8万ぐらい。8万円食べた。8万円でもらえる T シャツ100杯ってこと？さっきのニルバーナより高い。さっきのニルバーナより高い。ニルバーナより高い。8万円分の。ニルバーナよく覚えたな、すごい。ブーブーとか入れたらすぐですよね。あ、そうだね、ほんとね。まあ、中本でブーブー。いや、でもね、今結構、毎日結構出てるから。毎日結構出てるから。あ、こいつですか？いや、社長、中本と誠社長。全店。あ、有名なんすか、この人。有名だよ。テレビの書いてるやつ。すごい。この間だってね、特ダネ出てたしね。有名人だよ。でも、これで昼食で、まあ、4、50歳でさ、こんな髪の毛で嬉しいから、相当やばいと思います。何話してんの？ラーメンの道人間ですよ。ラーメンなんだよ。ボロカスだね。でも、相当金持ってるよ。やっぱ、そうだね。このイベントの時に出すので、だいたいあれ200万ぐらいやってた。あ、もらえるんですか？あ、その穴、作るのに。大変なんすね。ただ出品するために。ただじゃない。そういう話してるからね。あ、すぐペイペイ。フランチャイズ持つ気っすか、中本の。もしかして狙ってのね、福岡店を出店しようかと。東京しかないもんね。東京しかない。替え玉、天本、替え玉隊。あ、いいな、天本そうじゃね、天本やだ。北本じゃない。北本ね。はい、じゃあ次、同じとこ入ってください。あら、あ、そうですね。ヤンキー。ヒロじゃん。ちょっとまたちょっとヒロのくだりなんですけど。懐かしい。辞める前日ですかね。ちょっと二人で。まあ。モッツマンですか？まあちょっと、売らせることができなくてごめんなっていう時に、モッツマンで二人で焼き鳥食べた。モッツマンいいっすよね。モッツマンうまいよね。安いし。モッツマンは最高。最後、アマジさん自己責任だろってぶち切れた。え？そんな話しない？人のせいにすんなってぶん殴ったんですか？ふざけんな、てめえのせいだろって。自分のせいだろって。ひどいな。
まあまあでもね、まあ次のステージを頑張ってほしいなって。でもまあ、北海道で知り合った男の子を条件にこう、ああ紹介してくれたらいいっすね。いっぱい紹介してくれるっつって歌舞伎出てきたいっつって、うん、言ってくれる。まあ北海道でいるんだよね。結構多いからね、うん、はいはい、特に特に、うん、CM いきますか一回。じゃあ、いやいやいや出ちゃったな。じゃあ CM またぎます。一回またぎますよ。CM またぎますよ。一回 CM またぎます。これ何ここで一回 CM またぎます。ここでまたぐ。せーの、これを見たら鉄板。あらあらじゃないでしょ。ゴジラとモスラみたいなね。これあの上野公園で、これゴジラとモスラの画像。上野公園でイケメンゴリラって言われてる。なんだっけ、何君だっけ。あ、なんだっけ、上野公園だっけ。あの映画に出たやつ。そう、めちゃめちゃ映画のなんだっけ、モデルになった。あ、なんだっけ、忘れた。マイティジョー、マイティジョー。コウア、コウア。そんなゴリラじゃない。トモヤ、トモヤ。それもよくわかんない。あ、でも、そんなゴリラって言われるんですか、ゴリラって。いや、言われない、久しぶりに。でも結構、僕早い段階の印象はゴリラでしたけどね。何がゴリラ、どこがゴリラ要素が俺、ないの。いや、え、だってゴリラ顔ではないんですよ。一人一人語っていいの。馬顔だよね、どっちか。あ、それもあるんですね。馬ゴリラ顔。馬ゴリラ、ゴリラ。馬に混ぜ込むな。混ぜ込むな。騎手だ、騎手。初めて会った時、タイヤ持ってたからね。ハーフだ。ハーフ、馬とゴリラ。そうなんですか。馬とゴリラのハーフ。ケンタウロスみたいになっちゃう。人間だし。ケンタウロスは人間とあれだから。下半身馬で。下半身多いんだか少ないんだか。え、これはちなみに誰が作ったの、これは。ネットに落ちてました。ああ。落ちてねえ。それやべえな。ゴリラで。じゃあ、ゴリラ、コウワってやったらこう出てくる。あ、出てくるな。あと、気候種って言ったら出る。ああ、気候種でも出るんだ。コウワスペースって言ったらすぐ勝手にゴリラで予想。ああ、予想弁がしてくれ。いや、もしかしたら最初から出るかもしれないけど。今、ググったら出ますよ。画像をしたらゴリラじゃないと思う。 Google で画像をしたら、はい、力が強いんですよね。でもだから酔った時のあれをね、ちょっとみんなで聞いた。いやいや、変わんないからね。あ、違う主人に聞いた。ああ、じゃあ酔った俺はすぐ乳首つねられる。乳首、ああ主人なんか乳首取れたって言ったの。でも乳首って取れても入るらしいから。はい、今乳首入るかけ。ミルキ、その時のシュリ君の取れた乳首です。そうえ、こんなとこにあったんだ。ちょっと返しとくわ。で、からの乗りつくの見つけないからな。経営さえが受け流すっていう。俺がまた使うんだから。投げちゃった。ぬくもりあるよ、ぬくもり。シェリコ欲しい？いらない。ずっと乳首いらんの。振られたら行きますか。乳首いらない。浜田さん振られたら行きますか。あ、いや俺もなんで一回そんな聞くのやめましょう。ゲリラで、確かゲリラで、ゲリラで、ゴリラで、ゲリラで行きましょう。ゴリラだけだから。あ、もう画像は行きましょう。これで画像もいいです。今日少なかったね。締め、こんなもうじゃあ遊んでもよかったね。じゃあね、そうですね。あと何かあった時のためにこれはみんなの手が届くところに置いとこう。ああ、誰が取るかなと。まあいつでもいけるようにね。いつでもいけない。誰が振ってもいいですよね。振るのは誰でもできますからね。そうですね。まだ、まあ振る瞬間がなきゃね。振る瞬間。今日見てダメで、今日調子悪い。ああ、反省してないからじゃない。絶好調っすよ。絶好調だ。中畑清と一緒っすよ。絶好調、中畑清。絶好調男ね。まあ見てる女の子わかんない。わかんないと思う。え、ギンギンのあれがって、なんか気になるの。ギンギンのあれが。あれか、あれか、そういうことね。それこうやって聞かなきゃ。たまね。そう、アンケートいつも忘れちゃうんだよね。アンケートさっきやってないね。そう、誰が一番ゴリラっぽいの。誰が一番ゴリラっぽいか。あ、じゃあ分かった。この中で言ったら、ちょっと待って。コアさん以外で
一番ゴリラっぽい人がコアさんのキスでいきましょう。あ、ゴリラとゴリラで、そんなこと言うゴリラとゴリラ、ゴリラとゴリラでね。で、あの出た瞬間、出た瞬間即キスで、あ、そうやって答えてくれるんだ。じゃあ俺無条件で入るってこと？コアさんは受ける、受ける。コアさんはもうキス決定ですよ。あ、受ける、シード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 、コアさん以外の4人で誰が一番ゴリラっぽいか。それはあれ、そう、出た瞬間キスね。これ一瞬でね、これ一瞬で、これ完全にさ、ここぐらいじゃない。いや俺危ないっすね。俺ギンギンか俺か、あ、これは誰か答えてくれるか、ない、答えてくれるマジで。俺だからない、みんな、皆さんの見てる人の画面にはバッて出てるんですよ、4分割って。あ、危ないな、俺。あ、危ないっすね。ただ、要するにメスゴリラは誰かって、下も入れるってな。下って上か下かの下かなって。おその下入れちゃったら、その下入れちゃったらできちゃう、できちゃう。はい、ここはできちゃう。いやいや、ゴリラまた生まれるっすか。ゴリラ、キスで今絶滅危惧種っすからね。そう、今 ね、はい、あれがなんか抜けたみたいね。あれが抜けた、あれ、あの動物、動物。 あ、パンダ。あ、パンダ、あ、パンダ、違う、ついちゃって2億、2億、そうだね、あ、そうかもしれないですね。2億、2億、ゴリラの方が2億リスね、1匹、1匹、あ、レンタル借りるのに。あれ、あ、実際さんがやった。あ、瞬間絶対無理だ、早く、春季だから早く、春季だから早く、これはひどい、早くしなきゃ面白く、春季だから。うわ、もういいよ、おじさんとおじさんのキス、もういいよ、口でおじキス合わせた、早くしてください、早くしてください、早くしてください。さあさあ、ニューニューイチ、あの夫婦に見えてきた。あ、メガネ開かれ、ほんとにした。いやー、しなくてもよかった、今ネタだったわ、今冗談だったっすよ。しかも、あの、やった瞬間にお互いピチャッて、お互い恋ですよ、やめてもらっていいかな。本気の、本気のやつやっちゃったね、ちょっとね。いや、いや、本気っつったらやっぱさ、45%ぐらいありましたね。いや、でも本気はやっぱあれ見たいじゃん、なかなか。半分あれね、あれね、まあやってたじゃん、その、ね、ギンギンと水木のさ、本気をね。あ、あれだ、あれ、そんな無茶ぶりやるわけないでしょ。なんでそんなやる、そんな覚えたのあります？それおかしいですよ。いや、ねえ、え、どう、シュリーね、やっぱ昔を思い出すためにもさ、どう、でもラテって言ったらなんかさ、ラテのニコラマスはしょっちゅうチューしてる、シラフだぞ。いや、ね、だからこそね、でもやってたんでしょ。唇作るじ唇作るんだよ、やめろよ、そこで喧嘩はやめてね、マジで。とりあえず、あの、いや、でも、久しさん、マジ今のにないっすわ。いきなりなんかそういう、なんか俺は、違う、いや、久しさん、違いますわ、久しさん。久しさん、それは違う、強引すぎるし。あ、嘘、俺もちょっと今日は言わせてください、久しさん、それ違いますわ。あ、でも、喧嘩すんの。喧嘩はやめなさいよ。すいません、1個言わせてください。違いますわ、久しさん。絶対ね。全然乗ってこない。珍しく全然乗ってこないな。珍しく怒ってるよ。全然乗ってこないんだよ。俺、ボタンの大事にしてる。やっぱり全然乗ってこないですね。大事にしてる。痛かったな。いや、そこは、やっぱ体調に聞きなよ、そこは。あ、ほんまですか。うん。やっぱりそこはね。体調というか、統括？統括。統括。統括。統領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 。携帯は話さない。何、ヨガやってます。ええ、あ、テケテケみたいな。シュリがヨガやってます。テケテケ懐かしい。放送中に。あ、じゃあなんか案件出せばって今入ってるんでね、時間もあるから。はい、じゃあ誰と誰のね、やっぱこうあれ見たいかっていうね。またやらすの。でも一人固定しないと多分質問があれやりづらいんじゃないですか。コア、まあ、コアさん固定、コアさん固定で、もう4人の誰かで、誰がキス、誰とキスさせるか、どういうシチュエーションでこうね。あ、自分がするとき考えてねえだろ、絶対。さっき40何番だったの。これもさ、また自分だったんで。いや、多分俺がギンギかなって。見てる人分かってる。俺がギンギかなって言うとさ、みんなバカだからさ、ギンギだからさ。俺っていうのはやめようよ。見てる人がちゃんと分かっててくれたら、もう誰に入れるか決まってる。誰と誰を見たいかっつって、なんかさっき見たらパーセンテージ出るでしょ。でもあれが、多分質問の仕方がそれ難しくなっちゃうんで。あー。でもこれ面白いですね。これ逆にね、うん、アンケートでやっぱ番組面白くなるか変わってくるってね、やっぱ視聴者の、もうアンケート出てますか。うん、どうしましょう。いや、5人の名前で上位2人がやればいいじゃん。はい、あ、じゃあ5人で、あ、1人はキープ。いやいや、ダメだよ、5人で5人で上位2人。あ、すいません、俺の一番分かる、考えが足りませんでした。いや、またやっても面白くないじゃん。5人の名前出して上位2人と下位2人がします。それちょっと、上位2人は上位2人でして、下位2人も下位2人です。なんかキス番組になって、誰が得するのこれ。誰が得するの。視聴者です。いや、視聴者は別に特別なキスだよ。一瞬です、一瞬、即キス、即キス、特別なキスの方がいい。
んだよ。何特別な記事って何だよお前ラブソングの曲名言うなラブソングの曲名だよ何喋りたくてしょうがねえ特別な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 記事5人中4人もしちゃったら多分特別な特別かどうかは自分の心の中の特別なキス一人だけキスできないから逆にそれ特別なスープっすよいやそれ今クマムシって言ったけど誰も違うえずっと言ってたのに誰も言わないワンテンポ遅れてちょっと突っ込もうと思ってクマムシがいるいるのかなクマムシがあ、いるあぶねえ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 あこれクマムシ見えますか誰かクマムシ見える人見える人クマムシ見える人いますかいるかなクマムシいない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 いませんいませんいませんまだいませんでしたクマムシギリギリいませんでしたちっちゃいんだよねクマムシえ、なんかいや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 これよりちっちゃい危な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 い見えてんじゃんいや危ない見えてない見えてないクマムシ見えてない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 それ見えてない本当に見えてないそれはスープ見えてないスいや見えてないスープもスープも見えてない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 危ない危ない分かったってところでね出ると思ってそろそろ出ましたえ、もう何4人しちゃうってことですか1位と最下位 E の特別なキスじゃなくて何この結果あ、じゃあ、確定した確定したえ、ちょっと待って、22点あ、同率これ逆に俺セーフの方がいいじゃあ、同率でいいんじゃないいや、逆に俺セーフの方がいい1と4でスタッフさんビリと思って怖いやもう核じゃん核か俺スタッフさんの怖さが私怖っ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 核じゃんあ、じゃあやっぱり名前が違う結局でも、水木の取り合いになっちゃった俺としてる君がスタッフさんの怖だから逆にあの、敗者復活みたいな俺セーフの方がうまくいくっすよ、だから普通に考えた。まあ、とりあえず一回さっきやったから。まあ、一回久しさん。いや、さっきやったから。久しくはやって。いやもう、やった意味が分かんない。だってほら、これ一番綺麗なのは、もう、ギンギンとシュルシュルがやるのが絶対。あ、それは綺麗。でも、視聴者が一番見たいのは、見て、あ、ビリと1位でいいんですよ。俺なんていつもやってんじゃん。だから、特別なキスじゃなくなった。あとあれよ。本当そうだよ。誰か久しに入れろ。いや、多分、それさっきで優しくない？いや、満足した。さっき見たからみたいな。そう。しかも俺初めてやったしね。いや、まあまあ、コアは、コアはないね。ゼロトークでやったことないしね。まあ、とりあえず、もういいんじゃない？あの、ギンギンとね、シュリシュリで。ちょっと、水木の宙が見たいんですよ。だから、俺はいいの、特別なキスじゃなくて。見てくれて、半分見てくれて。いつも半分見てくれて。見てくれて、見てくれて、見てくれて。見てくれて、端から全員行けや。俺いつもやってる。なんだよ、それ全然おかしい。あ、じゃあ、水木を囲んでみんなでやる。喧嘩なしで。いやいやいや、特別なキスじゃなくなっちゃうから。大勢のキス。お前のことは、お前のことは特別なキスから4人に。これ言えばいいと思っちゃって。特別なキス。特別なキスじゃないのやす、俺はじゃ。特別なキスがいいから。ほら、水木固定でって固定でだって。いやいやいや、あんな水木固定で。あれ言うのはずるいです。あんな誰でもほら言えるんだ。水木固定でもう一回行きましょう。水木固定で。いや、あの、4人の名前、4人の名前。はい。いや、ちゃんと空気読んだよ、空気。特別なキスじゃなくなっちゃうんですよ。アイデアじゃない人いるんだ。あ、本当だ。なんで名前出てんだろう、あれは。いやね。オッケーにしてます。なのじゃない、名前。じゃあその間にクマムシって何って入ってるかちょっと。クマムシどこだ。いや、クマムシ何で入ってるか。クマムシ知らないの？いや、見てる方が。だから、あ、合わせて、振りが難しいんだよ。俺も対応できなかった、今。いや、やっぱコメント拾わなきゃ、ちょっと反省の年。なんか書いてあるんですか、なんか。3秒したらすげえ言ってくんだよ。それは特別なキスだからってことね。そう、特別なキスってでも時間じゃないけど。あー、おい、何知りたい。特別なキスは時間じゃないの。それを逆にしてほしい。特別なキスって何なの。教えてほしい。それ特別してほしい。教えたい。特別なキス教えてほしい。特別なキスがあるってことだ。じゃあ、シュリの特別なキス講座って言いますか。いや、一人しかいないから。お金だろ。いやいやいや、じゃあ、それだったらまあいいですよ。それ気になるね。オールコールしたらだろ。もう、何特別なキスって。いや、もう、安売りじゃないキスだよ、だから、完全に。こんなところでしちゃいけないんだよ。あ、本当に。こんなところでしちゃった、しちゃった、しちゃった。しちゃね。もう確かに。こんな高級の電波でしちゃダメなのね。もうそれ特別なキス。本当にもう。どこですのじゃ。特別なキス。ああ。そうなんだ。なんで俺いつも。シュリー特別なキスだ。出た特別なキスですなやつ。はい。ちょっともうじゃあこうは治ります。治ります。次こうだ。あこう。じゃあ特別なキス。じゃあ特別なやつ見たいな。顎食いで。顎食いでね。あー、顎食い。欲しい欲しい。あ、シチュエーションね。顎食いで。シチュエーション大事にするっすもんね。確かに。シュリのあれ。ちょっとどういうシチュエーション乗っかり、俺シュリのあれに乗っかるよ。遠距離で。シュリのじゃあ、特別なキスですよ。これは。2ヶ月半ぶりになったけど。今日はシュリメインで。今日はシュリメインで。じゃあ、俺ら。じゃあ。シュリメインで。あ、そっか。行きましょう。これはじゃあ。
特別なキスね。ああいいね、いいよ。なんだよ。じゃあサルサ2にもらったらシュリが多分うまくやってくれる。あー、ストーリー的な感じでいい。あ、ストーリー、キスマイブサイク的な感じにするの。あ、そうです、そうです。あ、そう、特別なキスだから。あ、3322111。あ、いいよ。俺たちさ、出会ってもうすぐ2年目のね、秋が来るみたいな。最近ちょっと忙しくてお互い。そうだね、はい、音早くね、キュの音早くね。これ特別なキスなの。いやでも無言、今の無言感は良かったね。言葉はいらないよって。逆にね、こんなやついたら統合失調症でしょ。こんな、いい意味で。お母さんちょっといいですか。急に、ああ、あるんですか。特別なキスだ。やっとだ、やっとした、真打ち登場だ。やっとした、やっときたもん。これシュリじゃないですか、俺なんすよ。これ俺っすか、これ俺シュリでしょ、俺だもん。サンサン、サンサンください。サンサン、いつし、あいよ。いや本当、見てきな、昨日久々にほとんど化粧してないお前目だけど、マジよく売れてんな、すげえブス。長い今のはすごい。すげえ。悪口言われてから急に濃厚な。しかも乳首も転がされてたからね。今特別なキスでした。特別だよ、確かに。なんかもう途中からもうそれしか考えられない。10分ぐらい前からもう今のことしか俺になんねえか。特別なキス、今のあちでもちょっと特別なキスだったかな。やっぱりギャップがすごすぎて、落差、高低差がすごいから。確かに。じゃあ次コウアで。いや、コウアでしょ、悪ノリでしょ。コウアさん特別なキス、悪ノリでしょ。コウアさんがギンギンさんに特別なキスみたいなやつか。俺にそんなもう言いたい放題だよ。いや、時間だけ。ちょっと待って待って、やめなさい、やめなさい。サンサーに。じゃあバカじゃないの。これちょっとそんなの言い出したらさ、もうあれだよ。お前らアナロセックスさせよ。だ。あ、来た来た、はい。はい、待ってないか、やばい。はい、サン、大丈夫。サンサーに、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 はい。大丈夫だ。大丈夫。だって、言ったことやるんだったら、俺もう全員本当に、マジで、アナロファックです。絶対にさせるよ。アップにしてください。いや、もう大丈夫だ。これで締めるよ、今日はこれで締めるよ。3、3、2、2、1、1。はい、違う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 。減りはるから。え、僕は言います。はい、僕が言います。3、3、2、2、1、1、はい。手加減しよ。そんなにみんなが言うほどゴリラっぽくないよ。あー、優しかった、優しかった。ぐしゃぐしゃにいっかと思ったら、2週間後みたいな。これを見たら、出た。アップだかな。投げかけるすべもなく黙り込んだことにされ、何回目の錯覚だ、笑っていたろう先まで伝い込んだ仮面をやめ、楽だに紛れ込み死んでしまった順序、ましてや無情な頃溺れているんだよ、息もせずに。壊れてゆくこの街で僕らは無力だ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。